ルワンウィチットワータカーンルワンウィチットワータカーンは、大の政治家、軍人。歌いタ,ターに県ー、サケークラン軍出身。歌境商人であるインワッタナパリダーの息子で、中国名は、金領、リョウキムリアン。ルワンウィチットワータカーンは、ガンイ、金尺名である。歌人ではあったが文壇では歌境を批判するような、コメントを次々発表し、愛国的色彩の濃い作品を発表した。 政治的には、パホン、ピブンソンクラーーム、サリット・タナラットなどの大臣の下、役職を仰せつかるなど、世渡りの上手な政治家であった。史的には最初フランス人女性と結婚していたが、後に離婚しタイ人女性と再婚している。ルワンウィチットは、初等教育を終えると、バンコクへ上京し、ワットマハータートで、パーリ語を学んだ。19歳で、パリ語級試験をパスし、 仏教学の教鞭を取ったが原則し、外務省に就職。独学で、英語、フランス語をマスターし、イギリス、フランスの大大使館で秘書を務めた。1926年に、タイに帰国。外務省外交部に勤めたが、翌1927年には印刷所を開き、ドゥアンプラティープが身を創刊し、文筆業を始めた。一方で、政権下では無所人大臣を、 経験、1924年には芸術局長として政治の舞台に戻った。1942年はピブーン政権下で外相を務め、翌年には中日大使となった。戦後には戦争犯罪法で戦争責任を問われるが最高裁判所が戦争犯罪法は事後成立であり違憲であるとの判決が出たため釈放。 1951年からは帰り咲いた、ピブーン政権下、大倉省、商務省、経済省の大臣などを歴任し大臣を辞めると、ヨーロッパ各国の大使を務めた。1960年には、サリット政権下、サリットの政治顧問に任命され、その愛国的思想から、大学の評議員や学術後の制定委員会の委員を務めたりした。文学者として、 ルワンウィチットは死ぬまで200以上の著作を残している。筆名にオンコット、ウェイキット、サモーオン、セーンタムなどがある。その著作は前述したように愛国色に満ちており強い、言論統制を敷いたサリット政権下でさえ、その著作が体制側の目の敵にされることが少なかった。また、タイという言葉が著作の題名に非常に多く使われており、 これもルアン・ウィチットの愛国心よく表しているとされる。代表作には学術面で大の歴史、世界の歴史、世界の宗教などがあるが評価を得ていない。戯曲にはスパンの地、タラーンの戦いなどがあり、長編小説としてはチエンルンの多いチャンパーサックの記女などがあるが、いずれも愛国色が強い。クリス・ベイカー。 パサック・パンパッチット、A History of Thailand ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、98-288、ISBN0521816157 ありがとうございます。